What's going on, fam? It's your boy Mosey here, back with another episode of Mosey Reacts. On this episode of Mosey Reacts, I have episode 2 of That Time I Got Reincarnated as Slime. But before we get into today's episode, this is a reminder that this is not a market subject to. You should always support the official release. そんなうるうると見つめられても可愛い女の子ならともかくドラゴンに脱出方法があるならありがたいが魔力が底をつくとどうなる大したことはない大したことないの Really? 朽ち果てるだけのことよ Are you reincarnated and you're not worried then? 朽ち果てるだけか試してみるかそう簡単にはいかないか。Surprise, something actually failed for you. どうにかならないか。可能性を検討します。検討終了。可能性としましては。ふむふむ。なるほどなるほど。Quit that! あくまで可能性だが。無限牢獄の内側と外側から解析できれば解除できるかもってさ。ほう情報だけよこしてくれれば解析はこっちでやるからしかしそれには時間がかかろうお前だってずっとここにいていいのか Got nothing better to do 別に構わぬがそうだな俺もせっかくだから同郷のものを探したりしたいそうかそれで提案だ提案とだ俺の胃袋に入らないか俺のスキル大賢者と捕食者で無限牢獄の解析を行い内部からはヴェルドラが破壊を試みる胃袋の中では隔離されるので消滅する恐れもないどうだそれは面白いぜひやってくれお前にここでお前が帰ってくるのを待つよりも二人で無限牢獄を破る方が面白そうだそうか True What else are you gonna do? 二人かいいじゃないかうんその前にお前に名前をつけてやろうお前も我に名をつけようは同格ということを魂に刻むのだ人間でいうファミリーネームみたいなものだが我がお前に名付けるのはカゴになるお前はまだ七種だから名持ちの魔物の仲間入りができるぞ名持ちの魔物かいいなかっこいいそうだな暴風竜ヴェルドラ暴風か英語で暴風嵐はなんだっけストームいまいちだなあテンペストテンペストなんてどうかな素晴らしい君だ我はベルドラの Oh, the Dora Tempest. Okay, now that does sound pretty dope. そしてお前にはリムルの名を与えるリムル悪くないなリムルテンペストを名乗るがよいその瞬間魂の奥底で何かが変化した Why do I see like his joy in a slime ball? I can tell he's happy. にあっけなかった今まで喋っていたのにこの日世界に激震が走った天才級モンスターである暴風竜ヴェルドラの消滅が確認されたのだヴェルドラが封印されていた洞窟はジュラと呼ばれる大森林の中にあったそんな国の一つブルムンド王国では
暴風竜ベルドラの件聞いているだろう。もちろんですよ。特に何かを行う予定はありません。ベルドラが消滅したということは魔物の活性化が予想されるのだぞ。不可侵領域だった暴風竜の封印されていた場所を通って東の帝国が動き出す可能性があるな。あの森を抜けられたらジュラの大森林周辺の国家など瞬く間に帝国の支配下に置かれてしまう。幼馴染のヨシミだ。俺が個人的に調査だけはしてやる。ジュラの大森林の様子と帝国の動向は探ってみるよ。すまん、頼む。ベルドラの消滅を感じた各国が蜂の巣をつついたような大騒ぎになっているとは。スキル水流移動を獲得しました。スキル水陣を獲得しました。スキル水圧推進。スキル水流移動。スキル水陣を獲得したことによりエクストラスキル水操作へと統合進化しました。Like, is there anything that you're not going to be able to learn how to do? Right, so what I'm just thinking is you can absorb anything and you're just gonna keep gaining skills. See how you got poison breath, heat seeking?You can now mimic a black serpent. So basically, any problem that you have, just eat it and you're good to go. Hey. Like, there should be no problem you should have.Body armor required. And now I'm just thinking, like, okay, there's at least 24 episodes in this season. What enemy could he have to come across that's gonna be a problem for him? Alright, Usopp.超音波を発生させる機関を利用して喋れるようにもなった。我々は宇宙人である。そしてさまよい続けること数十日。多分これが出口だよな。さてどうしよう。水銀で切り刻めるかな。やっと開きやしたぜ。錆びついてしまって鍵穴もボロボロでやぜ。仕方ないさ。300年誰も中に入ったことがないんだろ。いきなり襲われたりしないですよね。初めて見る人間。何しに来たのか知らないけど冒険者かな。I thought you were like in a different dimension than the other world because you got reincarnated. 音波は魔力感知の応用で理解できる言葉へと変換されます。なるほど、よかった。俺英語苦手だったんだよね。話しかけていきなり攻撃されても困るしな。じゃあシノ、隠密圧を発動させやすよ。隠密って言ってたっけ。あのスキル覗き見し放題だ。けしからんやつだ。
後で友達になる必要がありそうだな。どうしました？なんか魔物の気配を感じたんだけど、気のせいかな。俺は洞窟を出た。おテント様の下を歩くのは何日ぶりだろう。あれからヴェルドラの反応は何もない。消えてしまったかのようだが、そうではないことを俺は知っている。約束したからな。次に会った時、笑って話せる面白おかしいエピソードたくさん用意しておいてやろう。久しぶりのシャバだ。空気がうまい。味覚ないけど。なあヴェルドラ、面白おかしいエピソード早速一つ用意できそうだよ。強き者よ。Are they orcs? この先に何か用事がおありですか？強き者、like、ってこれ思念を乗せて発生すればいいんだな。よし、OK! Damn! が強すぎたかな。俺に何か用？強力な魔物の気配がしたので警戒に来た次第です。そんなもの俺には感じられないけど。ご冗談を。そのようなお姿をされていても我々は騙されませんぞ。やっぱり俺のことか。強き者よ、あなたを見込んでお願いがあるのですが。お？ようこそお客人。私はこの村の村長をさせていただいております。はい、どうもよろしく。で、自分にお願いとは何ですか？我らの神が一月前にお姿をお隠しになられたのです。そのため近隣の魔物がこの地にちょっかいをかけ始めまして。神ってヴェルドラのことか？我々も応戦したのですが、戦力的に厳しく。それであなた様に力を貸してほしいと。しかし自分スライムですので、期待されているような働きはできないと思うのですが。ご謙遜を。ご謙遜を。お？ただのスライムにそこまでのオーラは出せませぬよ。相当に名を馳せる魔物なのでしょう。大賢者、魔力感知の視点を切り替え、自分を客観的に見せてくれ。視点を切り替えます。 My brain hurts right now。 うわ、オーラを出したままだったのか。大通りを社会の窓全開で歩いていたみたいだ。これはあかん。だからゴブリンたちは怯えていたのか。分かってしまったか。お前たちはなかなか見どころがあるようだな。ふーん。お、引っ込められた。我々を試されていたのですね。そのオーラに怯える者も多かったもので助かります。そうだな、怯えずに話しかけてくるとは見どころがあるぞ。それでお願いと言いますのは。ゴブリンの話によると、東の地から狼の魔物ガロー族が押し寄せて戦いになり、ゴブリンの戦士が多数討ち死にしたのだという。本来ガロー族1匹に対してゴブリン10匹でかかっても勝てるかどうかの戦力差があるのだそうだ。ガロー族は全部で100匹程度。こっちの戦力は？戦えるのはメスも合わせて60匹ぐらい。絶望的な戦力差だな。なんか無理ゲーっぽいな。その名持ちのゴブリンの戦士は勝てないと分かっていて戦ったのか？いいえ、ガロー族の情報はその戦士が命がけで入手したものなのです。そうか、悪いことを聞いた。All right, 村長、一つ確認したい。 Little one is dumb as fuck。 はい。俺がこの村を助けるなら、その見返りは何だ？お前たちは俺に何を差し出せる？Low key surprised you asked that. ただちょっと体裁を整える必要があるだけだ。Okay. 我々の忠誠を捧げます。我らに守護をお与えください。さすれば我らはリムル様に忠誠を誓いましょう。誓いましょう。懐かしいな。何のかんの言って俺は頼まれごとに弱かった。
どこへ。お前たち落ち着きなさい。ビビる必要はない。 Right。 これから倒す相手だ。このリムルテンペストが聞き届けよう。ありがとうございます。我々はリムル様の忠実なるしもべでございます。任せておけ。こうして俺はゴブリンたちの主、守護者となったのだった。 Yeah, this show is complicated enough with the dialogue, right? This show is very interesting to me. Alright, well, that was it for my reaction to episode 2 of That Time I Got Reincarnated as Slime. I do appreciate you guys sticking around watching this reaction. It's been real, it's been good, it's been real good. Later on.